ルフ太郎はスキルが強く、防御虫の無敵スキル。数少ない無敵スキル持ちの工場キャラ、防御虫に加え、お宝エリアでディフェンダーに対するダメージ増加、ルフ太郎メガルと相性抜群です。使い道が超断片的だけどね。いつも思うんだけど、無敵なのに刺激が入る理由がわからん。スキルには裏スキルできます。本引っかかるからやってみよう。川も渡れます。相手のスキルに合わせるのがおすすめ。こっちは無敵なので、ノーリスクでいける。ワンパンできなかったらスキル1で対処しましょう。スキル1の飛距離も割とあるので使いやすい。スキル1は吹っ飛ばし、結構な火力が出るスキルで、敵陣で相手を吹っ飛ばすと、スキル2が短縮されます。KO でも1を短縮される模様。体力1で耐える気合の達成性能や、体力80が相手でのよろけ無形、割と環境的にも使いやすかったです。チャンネル登録よろしく。